桶川市坂田付近ハ田市綾瀬付近埼玉県道311号、ハ田ダ野ウ線は埼玉県ハ田市から河野市に至る県道である。埼玉県ハ田市を起点とし、河野市の天神2丁目交差点までの総距離 14.192km の県道である。名称はハ田ダ野ウ線となっているが、実質的な起点。 終点は、それぞれ、北足立郡稲町と北本市である。桶川市、北本市、河野市方面からは、国道17号を使わずに、春日部市方面。また稲町の区間においては、都市計画道路、稲中央線として、歩道が整備された幅の広いバイパス道路が、徐々に整備されており、その都度、旧道は長度に降格している。 ハ田市ハ田駅東口の入り口にある国道122号の交差点が起点だったが、現在はその先国道122号ハ田岩月バイパスの旧大交差点に変更された。ハ田駅西口再開発によって形状が変わり、以前は駅から踏切横の交差点まで線路と並走していた。見沼大洋水、綾瀬川を渡ると、北足立郡那町に入る。 北足立区稲町稲町に入るとすぐに三冊があり、ここを右折する。その後、200メートルほど進むと、埼玉県道3号埼玉栗橋線と交差する。この地域は昭和40から50年代の大規模開発によって団地が造成された地域で、大型マンション、サンライズ稲がある。埼玉県道3号埼玉栗橋線を越え、200メートルほどの区間は、 宅地造成時に先行整備された区間のため、中層住宅が多く集まっている。しかしその先は2014年3月10日に新たに開通したバイパス道路の区間で、田畑を貫いており民家は少ない。加えて、元々あった道路を残したまま新たに本道を通したため、至るところで元の道路が途中で分断されている。 左手に NTT 東日本稲電話交換センターを見て右折する。この交差点は暫定整備であり、現在こそ突き当たりになっているものの、今後はさらに直進して東北新幹線の高架をくぐって、陸埼玉工場付近の埼玉県道150号、上尾蓮田線とちょうどの交差点まで延長される予定である。前述の定時路を右折し、稲し街を抜けて、 陸道交差点まで埼玉県道323号上尾環状線と重複することになる。合流点から100メートルほどで四区交差点があり、埼玉県道150号上げ尾ス田線と交差する。両方の町の中心部を結ぶ道路であり、一定の交通量があるにもかかわらず、右折車線が設けられていない上、バスを盛んに通行しているため混雑する。四区交差点を過ぎると、 東北新幹線の効果をくぐり、稲市街に入る。稲町立稲中学校を過ぎた後に、稲町役場入り口交差点を左折すると、稲町排水場付近で、バイパス道路につながる。前述した暫定整備の定時路はここまで整備される予定である。北足立郡稲町小戸吹での道路の交差の様子、その先の交差点から次の、 ことぶき三丁目交差点まで、埼玉県道5号埼玉勝負線と、約100メートルの区間重複する。この、ことぶき三丁目交差点で、本道は左折するが、4本の県道が交差、重複している。は田方面から走行してきた場合には、渦のようになる。直進方向埼玉県道5号埼玉勝負線、左右方向埼玉県道87号、 揚げ尾区基線左折埼玉県道323号揚げ尾環状線本道しかし案内標識では若い番号の道路が優先されているため本道の番号が直進、右折、左折すべての標識から消える。これは前述した本道の移し替えにより発生したことであるが工事が途中であるため現時点では案内標識の設置もないと思われる。 ことぶき三丁目交差点を左折して、約200メートルほど進行すると、陸道交差点がある。この区間は2006年に開店したうにくすいなの、影響もあり、終日混雑している。本堂はこの、陸道交差点を右折するが、先に重複した埼玉県道87号、上尾区線、埼玉県道323号、上尾環状線は、ここを直進するため、 ここで、すべての重複が解かれる。陸道交差点を右折した後は、稲町の外れになり、田園風景が広がる。この区間には、上尾市と稲町の境となっている。信号は少なくなり、桶川市の桶川市立加納小学校の周辺まで、広い歩道が整備されておらず、緩やかなカーブが続く。桶川市桶川市に入ると、信号も多くなるが、 小さな交差点なので渋滞は発生しない。小中高校が沿道にあり、自転車や歩行者が車道に出て通行していることが多いが、埼玉県立桶川高等学校や桶川市立、加納中学校の周辺は広い歩道が整備されている。この先、桶川高校入り口交差点で、埼玉県道12号川越栗橋線と交差する。この交差点で、 首都圏中央連絡自動車道の効果をくぐる。左折して、埼玉県道12号川越栗橋線に入ると、桶川可能インターチェンジで、首都圏中央連絡自動車道に接続する。北本市北本市に入ると徐々に、国道17号が接近する。北中丸交差点から、小市場までの間の約200メートルを、埼玉県道312号下石と上昇部線と、重複する。 この北中丸交差点は Y 字路になっている。歩行者、自転車の巻き込み事故防止越城市場交差点で下石と上勝部線は左に折れる。この先の区内5丁目交差点を左折してすぐ区内交差点で国道17号に接続する。この区内5丁目交差点と区内交差点は約50メートルという至近距離にあるにもかかわらず、 二つの信号が連動しておらず、右折車線もないため日中は慢性的な渋滞が発生している。付近に北本市立区内中学校と埼玉県立北本高等学校があるため、自転車に乗った学生や付近住民も多いが歩道は整備されていない。この区間の渋滞を避けて国道17号に出るために小市場交差点か 北本高校入り口交差点で左折することを促す標識がある。区内交差点を右折した後は国道17号に重複して終点の河野寿司に向かう。県道としての役割はこの区内交差点で終わっていると言える。河野寿司終点は河野寿司の天神二丁目交差点であるが、河野寿司内全域にわたって国道17号と重複している。ありがとうございます。